皆さんご視聴ありがとうございます。リーフチャンネルソーパパです。おはようございます。いやー、6月、もう7月なんですけども、7月に入って、まあ、梅雨真っただ中ということで、湿度がねすごい高くて、まあ、気温もねちょっと上がったり下がったり、ちょっと落ち着かない気候なんですけども、ちょっとね蒸し暑い日が続いてるかと思います。それで、室内で飼育している爬虫類たち、まあ、この湿度管理もねちょっと難しい時期なのかなっていうふうに思っております。で、温度に関してはヒーターとか、あとエアコンでね管理ができるので、比較的ねまあ簡単かなと思うんですけども、湿度の方がねまあ霧吹きやってやりすぎるとちょっと高すぎてブレたりっていうのもありますんでね、その辺ちょっと難しくてなかなかちょっとねうまくいかないなっていう方もいらっしゃるのかなというふうに思っております。そこで、まあ、今回なんですけども、私ね便利な商品をちょっと見つけましたんでね、そちらの商品を今回ご紹介して、簡単に湿度管理ができる商品になっておりますのでね、気になる方は最後までご視聴よろしくお願いします。それでは今回も行ってみましょう。このね、梅雨真っただ中のジメジメした気候に、湿度管理がね、簡単にできる、そんな便利な商品、こちらになります。じゃじゃん。ジェックスさん、エキゾテラさんのモイストキーパーになります。はい、こちらの商品ですね、なんと、この商品を10秒間水につけ込んで、飼育ケージの中に入れておくだけで、なんと60時間 50% から 60% の爬虫類飼育には最適なね湿度が保てるという画期的な商品になります。裏面をね、ちょっと見ていくと、こちらですね。こちらにグラフがあります。この青い線というのがこのモイストキーパー。黒い線というのが、モイストキーパーなし、通常の湿度管理のグラフになってるんですけども、通常の場合、だいたい24時間経つと、急激にね、湿度が下がってくるという、このグラフ結果になってまして、モイストキーパーを飼育ケージに入れると、なんと60時間ね、ちょっとこう徐々にこう滑らかに下がったりはするんですけれども、60時間経った時でも、50% の湿度が保たれているという商品になりますね。これはすごいですね。ではね、早速この商品開封してみましょう。こちらね、ちょっと白いんでね見づらいですかね。これがモイストキーパー本体になりますね。これね、見た感じそうですね、もう簡単にいけば、人間用のバスマット、珪藻土のねマット、あとはコップを置くコースターなんかもよく販売されてますけど、そういったものとね同じような材質になってますね。はじめ。はい、それではね、ちょっとプラケに水を入れてきましたんでね、実際このモイストキーパー入れていきましょう。ジャポン。
して、こっから10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。たったこれだけでね、湿度が保てるという商品になってますんで、ちょっとね、うちのね、レオパ、ちょっとね、試しに使ってもらいましょう。はい、こちらはね、うちのレオパード月光、スーパーマックスのパラロックス、ブチオくん。このブチオくんに、ちょっとね、試してもらおうかな、と思います。今現在はね、こうやって、ブチオくんね、ウェットシェルター、これ使ってもらってますね。これ、須藤さんのやつでも、結構おしゃれなやつなんですけども、このウェットシェルターね、ちょっとね、これ外します。これ水入れね、水入れもちょっと外します。これですね、10秒間、水に浸したモイストキーパー。これを、このケージのね、奥の方、こうやってちょっと置いていきましょう。次に、水が空っぽのウェットシェルター、ちょっと戻します。ね。それで、水入れ、戻します。やっぱりね、水入れの水はちょっと飲みますんでね。水を入れて、はい、ウェットシェルターの方には、水を入れないで。これでね、ちょっと、2日ぐらい、ね、様子を見ていきたいと思います。はい、一応ね、説明書き、ちょっと見ていくと、設置後に、多めにね、直接ね、水をかけてください。まあ、霧吹きしてくださいというふうに書いてありますね。なので、ちょっとね、だから10秒つけただけではダメなんですね。だから10秒つけて、セッティングしたら、このプレートに、直接ね、霧吹きを。多めにかけると。で、そしたらこんな感じでセッティングすると。で、これで、実際のところ、湿度 60% から 50%、 これが60時間ぐらいキープできるよっていう商品になってるそうですね。モイストキーパーを設置してからだいたい10分ぐらい経ちました。今温度が27度で、湿度が 58% でね、今上がってます。この状態で、2日ぐらいちょっと見ていきたいと思います。大体ね、モイストキーパーを設置してから、2日ぐらい経ちました。左側の、ウェットシェルターの方には水は一切あげず、右側の水入れのみ水をね、ちょっと補充したっていう感じの管理で2日経ちました。今ね、ちょっと外の天気も良くて、気温もね、ちょっと上がってるんで、このケージ内の温度が今 29.8 度、30度近くまでちょっと上がってるんですけども、見ていただきたいのはここですね、湿度。これ今 51% ということで、大体ね、やっぱり 50% ぐらいキープできてますね。なので、
まあ、あの広いケージではちょっとあのこの枚数ちょっと多くないとダメかと思うんですけども、狭いケージ、まあ、レプタイルボックスなんかのケージの中ではこのモイストキーパー1枚でだいたい2日間、まあ 60% から 50% の間をだいたいキープできるのかなっていうふうに思います。まあ、それとね、まあ、あの湿度がちょっと上がりすぎちゃったり、ちょっとね、水入れの水をちょっとこぼした時に床材にね、水分が、含まれて、ちょっとこの時期ねカビなんかも生えやすいんですけども、そういった余計なね水分も吸い取ってくれて防カビなんかにも適しているという商品になりますね。まあ、ちょっとね湿度が下がって心配だなって思う方は、まあその下がったタイミングで、このモイストキーパーに直接霧吹きでね、水分を補充するっていうやり方で管理されると、まあ、よりねあの湿度、まあ、管理ができるのかなというふうに思います。 もちろんね、うちのケージの方も、奥にモイストキーパーを置いて手前には置いてませんのでね、まあ、奥の方がちょっと湿度が高いような状態になってるんで、まあ、レオパなんかもね、湿度高いところと低いところと行ったり来たりで自分で選べるというのが一番いいのかもしれませんね。それではね、今回はエキゾテラさん、ジェックスさんの商品、湿度勾配が取りやすい商品になりますね、モイストキーパーを使ってみての感想、そちらの方の動画でした。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。